高齢者を狙う偽電話詐欺を防ごうと警察と介護事業者による緊急会議が開かれました春日警察署で開催された今日の緊急会議には春日市大野城市中川市の介護事業者が参加しました警察などによりますと偽電話詐欺は高齢者を中心に被害が拡大していて 特にオレオレ詐欺やキャッシュカードを狙った詐欺の被害者のおよそ9割が65歳以上の高齢者と言われています会議では詐欺被害防止に取り組む事業者の高齢者訪問の取り組みが紹介されるなどしました情報に耳を傾けていただくということと自分も被害に遭うかもしれないという認識を持ってもらうということで詐欺グループはあなたを狙っています気をつけてください 取り組みを紹介した事業者は家族もコミュニケーションを取ったり家の中の変化に気づいたりしてほしいとしています。